様こんにちは、はい、今日はね琴井経営の組合付近のね、芝桜です、ちょっとね走ってったら結構目立ちますね。これ、街並みなんとか琴井経営の父からやってはってね、これ綺麗ですよね。なかなかね放送しようとしかないね。側溝の横みたいなところにねありますよね。で車止めるとこないですか、まあ、ちょっとそこの道沿いにちょっと止めますけど、ちょっと向こうに見るのが、ね、ちょっと柵みたいな人って入りにくいからね。よしちょっとだけ入らせてもらいましょうか。別に向こうから入ってから来ても行けるからね。ということはそこちょっと雨みたいにしてあるけど、まあ、車さえ入らなきゃいいと思いますね。他人の策をしてあと途中で開くのどうしたの、途中で開くのどうしたの。ただちょっと、ね、子供さんちょっと危ないからね、池にはまったら危ないんで見てください。ちょっとねこの池の周りきれいでしょうね。グランドやろ、琴井経営の組合さんのあれかな、向こうが確かそうやと思うんですよね、向こうの建物が。ちょっとなんかゴルフ場みたいな、ちょっとここフェンスが見にくいんですけどね、まあこのぐらいでちょっと見ますね。ちょっと土管があるな、土管を避けて、はい、桜も咲いてます。でね、この道沿いにもね、咲いてるんですよ。これ結構目立つんですよね。ちょっとそれだけ写しておきましょうか。はい。はい。まあ、ここね、前の道、幹線道路で車激しいですからね。桜が綺麗でしたけどね。で、これ、道沿いにね、咲いてるのがよく、でも道路側から映されへんからね、危なくて、車ペアー走るから、そういう感じでね、綺麗に咲いてますね。はい、まあそんな感じです。ちょっとショート動画っぽくなりましたけどね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。